もう瓦がいっぱいありますね。え、これは瓦ですよね、だって。これが正面、こちらの瓦ミュージアムの正面。こんなところにあるんですね。足元にも、これは、その瓦を敷き詰めております。石じゃないですね。工場の後です、はい。で、ここに設計者は、瓦に対する思い入れが非常に、まあ、うん、ありまして、瓦ずつ持っていろんな興味あるもの、例えばあそこに見えます、そこに見えます、人形が見えるでしょ。まよ、これは例えばあちこちに見られるんですけども、はい、瓦でもって昔話、おとぎ話を作ってあちこちに出しております。あれはご覧の通りかぐや姫、の竹取物語のかぐや姫とおじいさんがあそこにモチーフとしてあります。で、こちらへ行きます。はい、ここにあるのがお雛様ですな。へえ、雛様、お雛様の上じゃない花坂じいさんです、花坂じいさんの花坂じいさん。こちらは春になりますと前の桜が見事な花を咲かせるという灰を撒いてるんですな。あ、そうなんですか。花畑の剣魚、彦星です。剣魚がいますと夜になるとこの真ん中を見事な天の川が流れているという、素敵ですね、物語が作られております。皆さんはこちらが分かりますかね。ルローニケンシン、映画ルローニケンシンの舞台になった場所なんです。確かにあれですもんね、時代劇にはぴったりの 町並みというか風景が残ってますもんね。ミーコ TV、私は今河原ミュージアムに来ております。お外の方は田原さんにご案内いただいたんですけれども、この館内を案内いただく岡田さんです。よろしくお願いします。こちらの河原ミュージアムについて教えていただいていいですか。はい、この河原ミュージアムは平成7年に、建設されています。はい、多分今歩いてきていただいた8万部に、ね、はい、取ってありますが、ここは、重要という文化伝統的文化、建造物保存地区っていうところにありまして、この場所は、お隣に自宅があるんですけども、寺本二平さんという、江戸時代中期に、伏見の方から、瓦を伝えたと言われる方がお住んでおられて、その方の、瓦工場の跡地になっています。あ、そうなんですか。ここは今最初八幡別院っていうところの屋根を拭くためにやってこられたんですが、この地域は、まあ、ご存知の通り、まあ、八幡商人の発祥の地とも言われますが、はい、たくさんの、まあ、豪商の方がいられて、その方の蔵を、建てるにあたって、はい、瓦を使われてたっていうのも結構ありますし、まあ、需要があったっていうこともあります。それからやっぱりこの瓦に適した土っていうのが豊富に取れたっていうのもありますし、あと、まあ、今言っていただいた八幡堀っていうのは今はもうちょっとね行き来できなくなりましたけど、当時はやっぱり、そういった川っていうかね、堀が土地の、まあ、交通の要所であったっていうこともあって、いろんな条件が揃ってこの八幡瓦っていうのが大宮島の伝統産業としてずっと栄えてきた。それでは早速館内をご案内いただいてもいいですか。はい、お願いします。この八幡瓦がどのようにしてできるようになったかとか、その歴史とか、あと八幡瓦を作っている、まあ、土の形跡とかっていう、まあ、歴史を含めたこの1階はそういうフラワーにはなっているところです。瓦が描かれたこんな風にして描かれたんですか。私もその時代に来てないんですそうですよね和紙とかそういったものを入れて、まあ、
焼いて、はい、この、はい、この中に入れて、中央で、はい、次を入れて、で、切って、で、こういった話題があるんですけど、まあ、この、まあ、空間を有効に使おうというか、そんな感じと、まあ、贅沢な空間。ちょっと届くかな、角度が違う、背の高さが違うんですけど、この各それぞれの、はい、こう額に見立ててね、ここ河原ミュージアムと河原のある風景、はい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 、この辺はあの伝統的建造物保存地区なんで、はい、まあ、あのよっぽどのことがない限り、この河原の、家とか河原のある風景というか、河原が作る大宮八幡の美しい景色はここがある限り見続けられちゃう。でここに風っていうね、うん、あのなんか、カエデみたいな、はい、大きいねモミジみたいな葉っぱなんですけど見えます。でここからやっぱりその四季折々の景色が見えて、最後、まあ、黄色くなってって、まあ、色紅葉してきて、ここからの風景もすごい。うん、そうです。今は雪が残ってて、はい、残ってて、ここから見える風景とか、こんなのも上手に作ったなと思って。そうですね。もう自分で私。で次2月の9日からは今度あのこの地域、節句人形巡りっていう、あのひな人形とか、はいはい、あの飾るの、そういう季節によって変えるところです。それは、はい、普通各地域 の、まあ、あの神事ごととしての松明のお祭りをなされてるんですが、あの、まあ、地域を超えて文化の継承とか、まあ、子どもたちにもこういったものを知ってほしいということで、11月3日にあの、まあ、松明祭りをして、あの大宮八幡のいろんな地域の方のご協力を得て松明を集めてきて、まあ、この日に、奉納させてもらった。でその、まあ、経過ですね、その事業をやった経過も展示をしてあって、あと各地 の、 あの地域によって違うのを披露してるっていう。子どもさんが例えば夏休みの宿題に来られたとか、あと学校のあのものづくり体験とか、あと地域が宿主をする時期とかなんかにも来られました。あとあの普通の、ご家庭とか、あのなんか団体とかでもあの予約を受けて体験できる、はい、1000円からできます。3000円から自由な制作できますから、またよかったら。魔除けなんですか？うん、魔除けで鬼っ子って言ってね、ここのキャラクターを作ってやっても、どんどん進化してるから、そうすると作り手によってあのちょっとずつ大きさとか表情とかも、はいはい、違いますね。一個ずつ手作りで。同じもの作れない。あ、作れない。はい、似たようなやつを作る。今日は岡田さんご案内いただいてありがとうございました。あのまたプライベートでも、はい、ぜひ。そうですね、ゆっくりね、あのここは多分あのそれ日本の中でもこの河原の専門博物館っていうか少ないかなと珍しいと思います。はい、まあ、八幡河原を中心に、日本の河原とか世界の河原も作れてますし、とっても大きな鬼河原なんかもあります。あと合わせてやっぱりこの建築物っていうかね、あの見ていただいたようにあの教会のような雰囲気もありますし、音楽広場みたいなところもあるので、こういったその建築とともにこの河原を楽しんでいただける場所だと思いますので、ぜひ若い方にもたくさん来てほしいなと思います。季節的に言うならば、花坂爺さんのね、春になると見事なしだれ桜が咲きますからね、あとこれがメインになって、その後にはやっぱり、ごりとかにつながっていくんじゃないですかね。春もね、やっぱ来てみて、見てみたいですね。ぜひまた何回も来ていただいて、ね、そうですね、見ていただきたいな。四季をもうこの度に新しいものを発見。そうですね、はい、はい、岡田さんありがとうございました。